選手が呼ばれました。この後ヒーローインタビューです。ではスタンドにお集まりのファイターズファンの皆さん、そしてテレビラジオの前の皆さん、今日のヒーローです。完璧なホームランがプロ第1号となりました横尾俊武選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に完璧な当たりに見えましたが、まず今の喜びから聞かせてください。いや、もうプロに入って初めてのホームランだったので、何にも変えれない、本当に嬉しい感じです。そしてファンの皆さんも、あのホームランボールがどこに行ったのかと気になっている方も多いと思うんですが、あのボールどこにあるんでしょうか。今持ってます、はい、お手元に。このボール北海道に帰った後どうされますか。まあ、家族に、はい、渡そうかなとは思ってます。まずあのホームランですが、まあ、相手はあの同学年の鎌田投手でした。どんな思いで打席に立ったんでしょうか。もう本当に素晴らしいピッチャーですし、本当に打つのは難しいんですけど、もう本当に、なんていうんですかね、ヒットを打ちに行くつもりで、はい、初球からフルスイングのように見えたんですが、いや、もうそれは自分の持ち味なので、それをだけ変えないで、はい、なんとか食らいついていきました。あの甲子園、そして六大学と活躍されましたが、やはりプロでのホームランというのは手応え違いますか。そうですね、やっぱりでも2年目なんですけど、1年目に打てればよかったんですけど、はい、今日の一撃で、まあ、流れをつかんだ4点目となりましたが、あのチームの先輩方からも何か声はかけられましたか。あのスタメンになってから本当にいろんな先輩方に、頑張れよっていう声をかけてもらいました。またこのホームランでこれからも活躍期待されているファンも多いと思いますが、これからどんなところでアピールしていきたいですか。本当にチームがの勝ちにつながるような一本を打てるように、これからも頑張っていきたいと思います。これからも期待しています。どうもありがとうございました。プロ初ホームランを放ちました横尾選手でした。はい、2年目の横尾ですけれども、プロ初ホームラン、その、ホームランボール手元に戻ってきて、今ヒーローインタビューを終えて、そのボールとともに記念撮影収まっているところです。いや、横尾選手らしい一発でしたね。そうですよね。今日は同い年の上沢が先発ゲームで、はい、その上沢を援護する、プロ初ホームラン第1号ということになりました。2年目の選手、今日はセカンドでスタメンに起用されて、はい、そして、まあ、栗山監督の期待にも応えました。そうですよね、こう的中しましたよね。ですね、はい、今日はプロ初ホームラン第1号を放ちました横尾選手のヒーローインタビューでした。